はい、こんにちは、たけチャンネルです。それではですね、今年初めてちょっとやるんですけども、F1 コース紹介をやっていこうと思います。で、今回やるのは今週末開催される、アゼルバイジャングランプリ、アゼルバイジャングランプリの舞台になるバクーストリートサーキットですね。こちらの紹介をしていこうと思います。はい。で、まあアゼルバイジャン、これアゼルバイジャンってどこになるんだろうな、中東になるのかな、一応場所的に言うと。ちょっと今ね、なんか近隣の国と内戦、近隣の国、なんか内戦みたいな状況になってて、なんかきな臭いことになってる、エリアになるんですけれども、まあ一応レースは開催されるということで、今週末、いよいよスタート、まあ今日の夕方からですね、スタートという形になりますんで、紹介していこうと思います。で、去年はね、アゼルバイジャンはキャンセルになったんですよね。キャンセルになって開催されなかったので、去年紹介しなかったっていうのもあるので、今回紹介していこうと思います。はい。で、まあ、コースの特徴としては、アゼルバイジャンのバクーっていう大きな都市の、公道を使ったサーキットになってます。で、基本的にこの町は、この F1 コースの半分以上が石畳の道なんですけど、本来は、この F1 の開催用にその石畳を、壊さないように、石畳もこの町全体が世界遺産に登録されてるっていうのもあって、その石畳もその一部になるので、その石畳を壊さないように、剥がせる特殊な、舗装方法をして、上にアスファルトを敷いてるらしいです。だから本当一番最初の初年度の時はね、アスファルト敷いたらまた剥がして、で、また F1 の直前になったらまたアスファルトを敷いてみたいなことを言ってたんですけど、なんか剥がしてるっていう感じがないので、もう引きっぱなしになってるような気がしないでもないです。まあお金かかりますしね、その辺がどうなのかちょっとわかんないですけど、まあそんなサーキットになっております。で、まあ特徴としては、市街地サーキットではあるんですけども、前線のモナコとは、打って変わって、比較的高速サーキットになります。長いストレートがあって、で、まあ、そこそこの長さの直線と、直角コーナーを結ぶっていう形のレイアウトになってます。で、コース後半の方は、まあな速度で、右に左にこう切り返す、こう S 字コーナーとか複合コーナーとかが続くっていう感じで、なかなかチャレンジングなレイアウトになってます。ただやっぱストリートサーキットっていうこともあって、まあ、こうやってホームストリート見てもらったら分かるんですけど、左右がねほぼほぼ壁っていうのがあって、ワンミスイコール即クラッシュっていう形になってしまうので、その辺がね非常に難しい、コースになっております。まあ、実際今までの F1 ドライバーも結構クラッシュしてる、コースなので、そのクラッシュが多い箇所とかも、お話ししながら、見ていこうと思います。はい。というわけで、今いるのはここはね、ちょうど、ピットロードの、いてるのはね、ちょうどピットロードの、入り口のすぐ横ら辺になるんですよね。この横っちょ、にピットの入り口があります。で、ここがメインストレートで、左手に見えてるアラムコって書いてあるビル、あれが一応コントロールセンター、ピットビルディングになりますね。はい。なので、ここを、全開で駆け抜けていきます。というわけで、まあ、ちょっと一周ゆっくり走りながらコース紹介していきましょう。で、このゴーストが止まっている場所ね、これが一応、コントロールラインになるので、ここからスタート、ここからスタートというか、まあ、ここで計測ですね。スタートはここにグリッドが書いてあって、ここが一番グリッドですね。ここが一番グリッドになるんですけども、ここからスタートで、看板が見えるようにストレート、1コーナーが 200m しかないので、ここでねオーバーテイクを仕掛けるっていうのはほぼほぼ
スタート後のここでオーバーテイクを仕掛けるのは結構リスクが高くて、結構ここで接触が多い箇所になります。で直角に立ち上がって1コーナーは結構抑えめで行くんですけど、この2コーナーここで結構ゴイゴイに行く車が多くて、おととしは確かフォースインディアレーシングポイントが同士打ちをしたりとか、それにベッテルが巻き込まれたりとか、なんかいろいろあったはずですね。でこっからが、DRS ゾーンになります。といっても DRS ゾーンでもそんなにここの直線は長くないので、まあ次のコーナーまでに距離を接近させるっていう感じになるのか、どうかな。でも1コーナーまあ、ホームストレートも DRS ゾーンなんで、ホームストレート、まあでもホームストレートで抜く方が多いかな。で、ドーンと、DRS でここまで立ち上がったら、まあ、ここもね、100メーター過ぎを目印に、ブレーキングして、で、このインの壁、もうギリギリですよね。インの壁ギリギリを通過して、もうこの辺からアクセル全開で、この外の壁ギリギリまで、行くっていう感じで立ち上がって、ですぐにまた右に切り返す形になります。でここも、まあ、直角、完全に直角のコーナーなんですけど、イン側に結構大きい縁石があるので、ここに乗ってしまうとそのまんま跳ねてここにズドンっていうパターンになってしまうので、イン側に攻めないとダメだけど、攻めすぎると即クラッシュっていう、結構リスキーなコーナーになってます。で、またここが若干ゆるく左に曲がりながら立ち上がると、またここで、ここからちっちゃく左右って切り返す試験員になるんですけど、ここはね、中野さんがダゾーンの放送で言ってたんですけど、この外側にね、外側にこの看板があるんですよ。何メートルって表示してる看板がアウト側にあるんですけど、もうこのブレーキングを始める、まあ、100メーター過ぎでブレーキングを始めるらしいんですけど、もうブレーキング始める時点ではもうドライバーはもうみんなあっちのイン側のクリップを見てるんで、外側の看板が見えないらしいんですよね、速度的に言っても。なのでこの辺はもうほぼみんな感覚でブレーキを踏み込んでるらしいんです。目印も何もないんですよね、横が全部フェンスなんで。なので結構みんな感覚でガーンと踏んでいくんで、わりかしミスが起きやすいそうです。でここをイン側ギリギリをなめて立ち上がるとすぐに右に切り返すんで、ここもねもうすぐにこうグッと切り込んでイン側の縁石をなめるっていう感じで、このイン側の縁石もそこそこ背の高い縁石、ここに縁石がね、そこそこ背の高い縁石になってるので、ここも乗りすぎてしまうとドーンと跳ねて外側の壁にガシャンといってしまうので、ここも要注意ですね。まあ、ここまでトラックリミットを取られるところはここまではないとは思うんですけど、こんな感じで立ち上がって、でまたちょっと短いストレートがあって、ここにかなりきつい右コーナー、直角よりもきつい鋭角的に曲がるコーナーがあるんですけど、ここ中野さん曰く、目の前がエスケープゾーンじゃなくてビルなんで、まあホテルらしいんですけど、非常に怖いらしいんですこれで、ここでブレーキングロックさせると、まっすぐ行くとクラッシュしちゃうんで、ブレーキングでロックさせちゃった場合は左手のエスケープゾーンになんとか逃げるっていう感じなんですけど、ここからブレーキしてイン側に行く。でここはね、縁石が内側にゴーンと飛び出してるんですよね。飛び出しているので壁ギリギリではなく、この縁石をなめるような感じで立ち上がって、このコンクリの壁、イン側のコンクリの壁を無視して
立ち上がっていくっていう感じになります。でアウト側いっぱいまで使って立ち上がる、こうやって言ってるんですけどね、むちゃくちゃ難しいですこのコース、はい。で、短いストレートがあって、ここが、ここのサーキットの名物ですね、こうやって見ると行き止まりじゃんって思うんですけど、ここでポンとブレーキをして、この細い道、ここがね今の F1 の中で一番細い道だそうです。幅が 6. 何メーターしかないって言ってたんじゃないかな。今開催されている F1 サーキット、 F1 コースの中で一番細い道になるそうです。でこれ円 1個一番手前のコーナー、これが8コーナーで、その後軽く右に曲がってるのが9コーナーで、その先に、ちょっと左に曲がってるのが10コーナーで、そのもう1個先に、右にクッと曲がるのが11コーナーっていう形で、ここの一連だけで8、9、10、11まであるんですけども、基本的にはもうほぼ、1コーナーぐらいな扱いですね。で、これイン側のところね、イン側のところに、縁石があってですね、ここで縁石に乗りすぎると車が浮いてしまって外側のあのピレリの看板にドカンとまっすぐ突っ込んじゃうっていうパターンで、前にルクレールかな、ルクレールだけだったかな、もう何人かいたような気するけど、ルクレールがクラッシュしてましたね。あのフェラーリに移籍した初年度に、そこでクラッシュして、スポンジバリアに突っ込んだのがめっちゃ切れてたっていうのがありましたね。ただなんかツイッターであの現地の写真を上げてる人の写真を見ると、なんか今日の朝の時点、今日日本時間の今日の朝の時点ではこのイン側の縁石がね、なんか撤去されてたらしいんですよね。なのでそれがちょっとフリープラクティス予選決勝に向けてどうなるかわかんないんですけど、もっと高いものに入れ替えるために外してんのか、それかもう今回撤去するのかっていう話なんですけど、もしねなくなるってなった場合はここのコーナーの攻略がもう全く変わってきてしまうので、その辺ちょっとどうなるのかっていうのはちょっとフリープラクティス1の時にここがどうなってるのか、要チェックですね。縁石があるんだったらインベタつかずにこう回らないとダメなんで、ここの立ち上がりがね結構苦し道が狭くなるんですよ。ただここの縁石がもしなくなる場合はもうここのインギリギリ、多分インギリギリで行ってもね、インアウト側のタイヤはコース上に残ってるんで、多分トラックリミット取られないんですよねここってね。なのでもうインギリギリ、インの壁ギリギリを使ってってなると、ここほぼほぼもうちょんぶれでシュッと抜けるだけのコーナーになってきちゃうんで、かなり攻略の仕方が変わってくると思います。なんでここはね FP1 の時にどうなってるかが、見ものですね。こういかないといけないか、さっきのイン側を行くかで、このコーナーのこのアウトカーのね、このピレリの看板、これの見え方が全然違うと思うんですけど、本当にねもうまるで違うコーナーに変わってくるんで、その辺要注意ですね。でここを立ち上がって、もうここギリギリをかすめて、ここが19コーナーで、この左が、10コーナーですね。でここも壁ギリギリをかすめて、で11コーナーに行くんですけど、11コーナーはこれもう、完全に上り切ったところになるんで、完全にブラインドになるので、もうこの辺かなっていう感覚で、ステアリングを切り込んでいく。ただここはアウト側にそこそこスペースがあるんで、割と結構みんな縁石をガーンと大きくカットして行く感じで、次がね結構きつい左の切り返しになるので、ここでねアウトまで、コースの真ん中ぐらいまで払んじゃうと、もうその時点で次の左コーナーが曲がれなくなっちゃうんですよね。なので、ここはねこう
ズボーンとここを立ち上がってもうアウトインインぐらいな感じでこう立ち上がってこっからグッとここのインの遠赤を使ってアウトまで飛んでいくっていう、コーナリングになると思います。でおそらく、ここでもどうだろうな、コース幅的にアウト側に車両1台分スペースないもんな。あるか、ここをねもしかしたらトラックリミットを取られるかもしれないですね。ここ何周か僕も走ってたんですけど、どうしても、ね、端っこまで使いたくなってしまうんですよね。あの左コーナーがきついんで、11コーナーがきついからなるんですけど、ここはトラックリミットをもしかしたら取る可能性があるかもしれないですね。でこの後しばらくもう全開区間が続くんですよ。なんであそこはもうなるべく広く広くコースを取って立ち上がりの車速を稼ぎたい部分になるので、結構あそこ多分厳しく取るんじゃないかなと思います。でこの辺は結構曲がってるんですけど、 F1 マシンからするともう全開のストレートですね。もうほぼほぼこの辺はもう完全に全開のまんまクックッとハンドルを切って曲がっていきます。で、次ここのコーナーなんですけど、ここはドーンとブレーキングをして左に曲がってるんですけど、まあ、左足のコース図も見てもらって分かるように思ってる以上には曲がってないんですよ。ここブラインドなんでね、すごいこう来るとね、ブラインドコーナーなんですごい曲がってるように見えるんですけど、意外とそんなに曲がってないので、多分僕レベルの腕だったら3速なんですけど、トップドライバーとかだったら F1 のね現役ドライバーとかだったらもしかしたら4で曲がっていくのかもしんないな、ここもね結構怖いコーナーですね。でここは何年か前にね、セーフティーカー中にハミルトンがブレーキテストをしたやなんやでベッテルが追突して、でその後報復で車をぶつけて大問題になったコーナーですね。ここがこう立ち上がったこの辺でハミルトンが急に減速してベッテルがオカマ掘るんですよね。ここでバーンって、でこうセーフティーカー中やけど横に並んでガーンってガーンってハミルトンにぶつけたんですよね、っていういわくつきのコーナーでございます。ここがで、こう立ち上がってもうねコースはほぼほぼこれで終盤で、ここは非常にコースが広いので普通に立ち上がる感じで、ここもこっから先はもう延々、もうホームストレートにつながる全開区間になるので、ここもねなるべく大きくコースを取りたいんで、多分ここもトラックリミット取るんじゃないかなと思います。ここのね、白線、ここの白線をここの白線を越えたら、タイム抹消っていう感じになると思います。外側狭いですけどね、外側狭いけど F1 ドライバーこんぐらいのスペースあったら絶対使ってくるはずなんで、ここも多分トラックリミットを取ってくるんじゃないかなと思います。でここを立ち上がると、もうひたすら全開、この辺曲がってるように見えるんですけど F1 からしたらこんなもんはストレートです。でイン側の壁ギリギリを通しながら、なるべくハンドルを切らないように加速していく。で、この辺でね DRS のディテクション、DRS の感知ですね、この辺で DRS の感知をして、そこの白線ですね、そこの白線のところで DRS の感知をして、前車と1秒以内の差になってたら、こう1秒以内の差だったら、どうだ、あれ看板見落とした、あれ看板見落とした、どこだ、あ、じゃあもうちょっと先だ、ごめんなさい、1秒以内になってたら、ここの DRS の看板のところから DRS が使えますと。
今ピッて言ってね、このハンドルの右上の紫のランプついたんですけど、これで使えるようになると。で、DRS を開くとその横のランプがもう一個つくと。バックミラー見てもらうと分かると思うんですけど、後ろのフラップがねこうやって開く感じになります。基本的にね、どの F1 マシンも DRS が使える状態になると、イヤホンでピッて音が鳴るらしいですね。今はピッて音が鳴って、もうそれの音が聞こえたらパッとボタンを押すっていう風にしてるらしいです。はい、というわけでね、これで DRS を開いた状態で立ち上がっていってっていう感じなんで、実際にアタックしていきましょう。このラップはアタックしないですけどね。ない、はい、安全に行き過ぎた。はい、とまあこんな感じで、まあ、全然自己ベストにもいかなかったですけども、1周
走ってみるとこんな感じになります。まあ F1 ドライバーはねもっとはるかに速いタイムで走るんですけど、クラッシュしないようにって思うと僕らみたいな一般人レベルだと、なかなかこれ以上っていうのは難しいですよね。やっぱあの人らは化け物です本当に、うん。で、この車のセッティングなんですけど、市街地サーキットではあるんですけども、ほぼほぼモンツァみたいな、パッケージになります。まあ、モンツァほどダウンフォースを削るわけではないんですけど、かなり、最高速に振った、セッティングになってます。今僕これ走ったのも、5段階、ダウンフォースレベル5段階のうちの、一番下から2つ目、一番下がモンツァ用のセットなんですけど、から2つ目のセットで、走ったので、結構ダウンフォースは削り気味っていう感じになります。まあ直角コーナーばっかりなんで、割とそれでもいけるっていう感じ。ただモンツァのセットにすると後半のあの切り返しの区間でね若干アンダーオーバーが出ちゃったりっていうのがあるんで、モンツァに近いけどモンツァほどではないっていうような感じのパッケージでみんな多分どの車両も来るんじゃないかなと思います。でまあ最大のパッシングポイントはやっぱり1コーナーですね。ズドーンとこんだけ長いストレートで DRS 区間も結構長いのでだいたい1コーナーまでに抜くっていうパターンが、多くなるんじゃないかなと思います。だ1コーナーのブレーキング勝負というよりはもう1コーナーにたどり着くまでに DRS を使ってオーバーテイクっていうパターンが多分多いかなと思います。ただまあ結構スリップが効くと思うので DRS に入ってなくてもスリップでストレートで近づいてブレーキング勝負っていうパターンもあるとは思うのでほんの1コーナーがね一番の勝負どころになってくると思います。コース幅も結構あるしエスケープもズドーンとあるんでね、そういう感じの、展開になってくるんじゃないかなと思います。はい、なのでね、まあほとんど基本市街地コースなんでね、テストで走ったりっていうのもできないんで、まあ、どのドライバーもシミュレーターで、走り込んできてるっていう感じだとは思うんですけれども、まあ、ベテラン勢がどう走るのかとあと、まあ、新人勢ですね角田選手、ミック、マゼピンが、どこまでコースをアジャストしてくるのかあと今苦しんでるね、移籍組、復帰組、リカルドだったりとか、アロンソだったりとか、移籍したもしくは復帰してきて今苦しんでるシトラが、どれぐらいこうリカバリーしてくるか今回が第6戦になるのかな、っていうのもあるので、もうそろそろね結果を出していかないと、移籍組復帰組はちょっと立場がどんどんなくなっていっちゃうっていう部分があると思うので、いろいろ見どころがあるのかなと思います。まあ、僕はとにかく角田選手がどれぐらいの、結果を出してくれるのかが非常に楽しみなんですけれども、そんな感じのサーキットになってますんで、まあ、少しでも参考にして、より楽しんでいただけたらなと思います。はい、というわけで、ざっとコース紹介でしたけれども、最後までご覧いただきましてありがとうございました。